ランディー・ソーン・ヒルランディー・ソーン・ヒルはアメリカの動物行動学者、ニューメキシコ大学生物学教授。1974年にミシガン大学で動物学の学位を取得。ガガンボもどきシリアゲムシ、赤色夜系の研究で知られる。シリアゲムシのレープ行動からヒントを得て、1980年代半ばから人間のレープ行動の研究を行っている。 レイプの進化的研究をまとめた2000年の著書、人はなぜレイプするのかに対しては、特に社会学者やフェミニストから、レイプを正当化している、繁殖という視点だけで行動を説明しようとしている、お話作りに陥っているなどの大きな非難を浴びた。逆に、ソーンヒルは、フェミニズムによるレイプの説明を根拠のない作り話と批判する。彼に向けられた批判のうちいくつかは、 進化心理学に対する批判の合流の代表例として引用されることがある。スティーブン・ピンカーは何かの研究をすることと研究対象を是認することは別であり、行動に生物学的基盤があることとそれを良いことと考えるのも別であると指摘している。ありがとうございます。